おはよう前橋駅から。皆さんおはようございます。12月26日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかな、元気にお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、木村豊です。はい、今日は木村豊さんと木曜日元気にお送りしていきます。よろしくお願いします。さあ皆さん、昨日のクリスマスはいかがでしたでしょうか。どうでしたかね。いや、まあどうでもいいですけどね。豊さんはどうでしたか、結果は。いや、最高でしたよ。ね、お一人で最高だろう。最高でした。ね、一人で最高でした。ね、一人でね、最高でした。よかったですね、最高の夜がね迎えられて鳴らした。私やーちゃんはですね、昨日お休みをいただきまして、はい、はい、あの埼玉スーパーアリーナの方で、うん、桃色クローバー Z さんの、うん、桃色クリスマスっていうコンサートがあって、うん、それにね、桃色クロさんの、うん、がライブやる前にライブをやらせていただくことになって、うん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 、でやってきました。はい、お疲れ様でした。すごいクリスマスを味わえて、で、あのそのコンサートの中に、なんと群馬大使の中山秀幸さんが MC として登場していたので、あのご挨拶ができて嬉しかった。初絡み、あの、うん、もう何回かお仕事はさせていただいてるんですけど、だけどこういうふうにちゃんとご挨拶ができたのっていうのは、あの実は初めてで、すごく気さくな方で、でスタイルも抜群で、顔もすごくちっちゃくて、で快く中山さんの方から、赤木団のみんなお写真撮ろうよっていうね、言ってくださって、あらあら、すっごい優しかったです。うん、でコンサートの中でもすごく要のね、役やっていたので、そう、なんか昭和をコンセプトにしてたので、そう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 、なんで中山さんがこう抜擢されたっていうところでね、なるほど、そう、なんかいろいろとこう群馬つながりがあってあるんだね。楽しかったです。はいはいはい、昨日はね、目崎さん、さとしさん、ありがとうございました。はい、では今日はですね、もう1週間切りましたけど、はい、2019年、はい、もう明日、今日明日で仕事納めの方がいるので、多いんじゃないですかね。バッタバタですよね。夜は忘年会って方多そうですね。あ、そうね、まあ明日あたりじゃないですか。うん、でも私のね、メンバーの子は仕事してるんですけど、今日忘年会だなんて言ってました。言ってました、言ってました。まあ飲みすぎないでね、あと運転しちゃダメだよ、ね、飲んだら。そうですね、飲酒運転には気をつけてください。そして今日はですね、なんと全国で部分日食が見られるということですね。世界ではインド洋とインドネシアで、あの金環日食が見られるんですけど、日本全国だと部分日食が見られるということで、お昼の2時過ぎ頃から夕方4時半頃にかけて日本では見られるので、まあ、ちょっと皆さんお仕事されてる時間かなとはそうね、思いますが、はい、もしもお時間があったらね、いろいろと道具とかを使って、部分日食見てみてください。はい、では今日のメールのテーマお願いします。フリーです。来ましたね。はい、はい、今日はフリーテーマです。皆さん1年間どうでしたか。いろんなことを送ってください。時刻は7時29分を回ります。いってらっしゃい。時刻は7時38分です。おはよう前橋からお送りしております。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーに行きたいと思います。さあ昨日はクリスマスということでね、いろんなところできっとクリスマスイベントも平日だったけどあったでしょうしね。ただそんなクリスマスのお昼にちょっと悲しい、いやちょっとではありません、すごい、すいません、すごい悲しいことが起きました。はい、実はですね、車が暴走して男性が死亡という、はい、見出しになっているんですけど、これ大田の、城西の森ショッピングモールの駐車場で起きたことなんですね。はい、このショッピングモールで敷地内に建てられた売店があるんですね。その売店
前に男性の方、うん、71歳の方が立っていたんですね、うんうん、そうしたら向こうから運転、うん、車を運転していた86歳の男性に、うん、突っ込まれて、うん、はい、でその勢いで、うん、その男性の方は亡くなられました、うん、はい、そうですね、でその運転、車を運転していた人も、うん、すぐにね病院にも搬送されましたので、うん、最初にその妻の方からの話がありまして、うん、2人でお買い物してたんですって、うん、で、うん、男性の方が、うん、夫の方が先に車に乗って、うん、で妻が後から来たと、うん、そしたら妻があれなんか夫が車を運転しだしたと、うん、どうしたんだろうって思った瞬間にその事故が起きてしまったと、うん、でその男性の方がまあ病院で面会をした時の話によると、うん、その男性はですね、妻がこれから車に乗るから、うん、車を前に出してドアを開けやすいようにしたと、うんうん、そしたら前に突っ込んでしまってちょうど売店の前にいた男性に突っ込んでしまった、うん、でその男性は亡くなられてしまったことになっています、うんうんうん、三鷹さんどうですかこれを受けて、うんうん、まあだからアクセルの踏み間違いってことでしょ、詰まるところそこで加速しないところで加速したってことだよね、そうですね、まあだから多いよね、 この手のあの事故がちょっと近年多いなっていう印象、うんうん、でまたこれ高齢者80何歩でしょ、86歳でしょ、はい、まあだからもうそういうところに来ちゃってるわけじゃない世の中が、うん、だからなんだろうな、かといって、はい、じゃあその80過ぎたら運転しないでよとも言い切れないっていうかこの現状で、そうですね、特に群馬なんかは車ないと割とこう何もできないから、まあその辺をだからさ、まだ技術が追いついてない、まず1個ね、技術が追いついてない、はい、まあ、でそれをこうなんていうのかな、フォローするなんていうかサービスもないというかさ、うん、行政もしかそうだし、まあ、そういうなんていうか民間のサービスもそうだけど、うん、まだ追いついてないっていう、だからもう ここまで来てるっていう現状を、うん、なんかそれ以外の方法でもうケアしていくしかないよね、だって運転するものどう考えてもこの人たちに、なこの世代の人たちに運転してくれるなって言っても、うん、いやそれは生活できないからってなっちゃうから、うん、なんか他の方法を考えるのと、あと技術がもうとにかく追いつくようになんとかしていくしかないんでしょうけどね、うんうんうん、でもそうですよね、これはどうにもね、もう周りがやっぱりこう環境を変えているというか、うん、乗り合いタクシーもね、うん、あったりとかもしますし、うん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 、もっとこうバスを使うとかいう頭をね意識を変えていかなきゃいけないのかなって思うけど、うん、結局バス走ってないし、そうなんですよ、ね、バス停まで行けないんだよね、行けないですよね、だからまあ何かしら方法がまだ多分あると思うんだけど、うんうんうん、まだちょっとそのなんていうのだからこれからだよね、まあちょっとこういう事故は今後数年は増えていくかなと思うので、まあなるべくならね、うんうん、免許返納みたいなさ今形でみんなね、はい、割と高齢者の方はやってってるはずだから、まあちょっとそこをなんていうの運転する側に委ねるしかないのかなって気はしますけどね、うんうんうん、そうですね、まあ、今回この夫婦の話によりますと、うん、そのやっぱり夫のね運転技術に不安を感じたことはやっぱなかったんですって、うんうん、奥さんからしてみたら、うん、ただやっぱ年齢もあるし家族の助言で、うんうんうん、旅行とか長距離運転を控える、うんうん、で、まあ、近い場所の毎週の買い物と年6回程度の通院、うん、このために運転したりとしていたんですって、うん、ただ来年の2月にこの通院が終わるんですって、うんうんうん、そうしたら免許を返納しようと話をしていたところだったと、うん、っていうところの事故だったと。なるほどね、だから本人も周りもそのなんていうのまだ平気かなみたいな感じがあるのと、だけどその、はい、なんていうの年齢的な衰えって多分俺らが想像するよりもなんていうのかな1年でだいぶ変わると思うわけ、85の時にできたことが86で急にできなくなるとか、はい、多分ざらにあると思うんだ、うん、その辺のなんていうのかな見極めっつうかさ、まあ、個人差あると思うけど、はい、なんかねもっと意識を高く持ってもらうしかないかな。そうですね、これは、うん、もっとねこう、うん、豊さんもさっき言ってたけど、うん、その車に乗らなくても住みやすい環境をもっと
作っていかないといけないですよね。もう相次いでますもんね。ちょっとね、多いよね、車の事故がね。本当に人の命の重さをもう一度ね、本当に群馬県で考えていかなきゃね、いけないですよね、これはね。はい、というわけで今日の以上の群馬の話題のコーナーでした。7時45分をちょうど回りました。おはようすみやさんのコーナーです。このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。昨日のテーマは目崎さんとさとしさんが皆さんと一緒に来年まであと1週間ですよというテーマでお送りしました。ではすみやさんのメールお読みします、はい、おはようございます。おはようございます。令和元年になったなんて思っていたらあと1週間になってしまいました。同じ時間が過ぎていくわけですが自分だけ早い気がします。もう諦めてこのまま焦ることなくの毎日の予定です。すみやといただきました。はい、いいですね、こう自己ゆったりとした、なんかすみやさんは早い気がするって言ってるけど、体感的には早いんでしょう。ただすみやさんのメールからすごくこうほのぼのとした、変化がないってことでしょ、だから日々に。そうかな、早いっていうのってそういうこと。そういうこと。へえ。感動が少ないらしいよ、早いって。早く感じる人って。そうなんですか、感動ですか。そりゃそうだろう、だってさ、今その飲んでるお茶だってさ、初めて飲んだ時は超うまいと思ったわけよ、はい、本来なら初めてって、人生における初めてで飲んだ時はよ。だけど飲み続けることによってお茶の味を覚えていくから、はい、お茶で感動しねえじゃん、もう。そう、めったしないでしょ。そんなことないよ。いや、することないんだよね。そうなってくると、そうなんつうの、それは当たり前になってくるわけよ。でも一個一個に感動して出来事にわーってなってれば、それはそれそのごとにそうなって、なんつうの、時間を費やしてる感じがするじゃん。スンって流れてっちゃうから。なるほど。あれ、もう終わっちゃったのみたいな。俺の1年のその時間終わっちゃったみたいなさ、同じ時間流れてるはずなんだけど、はいはい、そこにこうなんていうの、意識がないからスンっていっちゃうってことでしょ、うん、なるほど。だからこうやっぱり年を重ねるにつれて、こうやっぱり時間早く感じるじゃないですか。そうそういうのやっぱ慣れた、慣れたってことでしょうね。感動がちょっと少なくなってきてる。だからちょっといろんなことした方がいいよっていう話。うわー、感動が少ないのか。感動したいな。頑張ろう来年。ね、来年頑張ろう。来年頑張ろう、マジで。私も頑張る。来年は長い1年にしますよ。すみやさん、お互い時間の濃い1年にしませんか。とか言いながらね、すみやさんは本当に一日一日濃かったと思いますので、すみやさん本当にありがとうございました。はい、またね、残り6日間もよろしくお願いします。はい、以上、おはようすみやさんのコーナーでした。7時48分です。おはよう前橋からお送りしております。本日の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村豊です。よろしくお願いしま す。さあ豊さん、今日のメールのテーマをお願いいたします。今日はフリーテーマです。はい、今日はフリーテーマということで、ラジオネームエイトママちゃんからいただいています、はい、皆さんおはからです。おはようございます。おはから。フリーテーマということで、最近ちょっとイラッとしたことをメールしたいと思いますと。どうぞ。何でもいいよ。不満があるみたいですよ。それは旦那、パパが言った休みももう終わりかっていう言葉なんです。はい。休みの日は早朝からランニングに出かけ、帰ってくるとシャワーを浴びる、ランニングに行くと洗濯物が増えることで、すでにイライラしてるのに、疲れが取れるからって走りに行って、昼過ぎには朝早いから眠い、パパは疲れていると言ってゴロゴロしているんです。夜は子供より先に寝落ちしてしまうんです。こっちは24時間毎日朝から晩まで子供と一緒にいて、休みなんてないのに。年末は同居している弟とゲームをするそうです。はあ、皆さんごめんなさい、イライラしていますといただきました。はい、いいですね、このリアルの声が。はい、はい、これよ。どうした、
これだ、これだ、こういうことですよね、うん、男はバカだから変われないの、こういうことに対してアップデートできないわけだけど女の人はそのライフスタイルも変わってくるし、うん、ね、変わってくわけよ。その中でこいつなんだって思う瞬間、その積もり積もったものがある一定のなんつうのラインを超えた時に離婚届をバンって突きつけてくるわけ。何の予兆もなく。なんかはあっていうさ。豊さんバツイチなんですか。いかにもなんか離婚届を提出されたような話し方ですけど。でもほら先週あたりにさそんなテーマでやったじゃない。恋人っていうテーマでしたもんね。ね、そうそうそう、女の人がなんていうの。だずっとさあなたなんかバカだからさやっぱり分かってないから。急ぎ私。急ぎ分かってないから、ね、恋愛バカだからさ。妄想しかしてないじゃん君は。妄想バカだから。ね、の中でしか恋してないからさ、そうそうそう、よく分かってないと思うけど、うん、女の人が変わるのよね。そんなさ、おじいちゃんおばあちゃんになっても手をつないで痛いんですとか言ってバカじゃねえのってあるわけねえだろそんなのって、ファンタジーの世界だそんなのっていうさことですよ僕が言いたいのはね。だから男性よりも女性の方が変わっていくと、ね、そうそう彼は言いたい。そう、あ、すみません、そう、私は言いたい男は割と変わってないと思うわけ、うん、簡単な方もうなずいてるよ。そうでしょ、ほら女の人がやっぱりこいつって思ってるじゃん。もうそんなことないですよ、ね、男の人多分皆さん旦那は何も考えてないぜ。だってこの感じからするとそうですね、多分ね、本当に悪気なく言ってます。悪気ない、そうそうなんだよ、悪気がないんだよ、あれよって話なんだよ。だからそう、でもさ、うん、こういう時私はねまだ結婚してないからわからないけど、はい、もしもこういう時があった時に、うん、旦那さん悪気はないけど、うん、確かにこれ言われたら、うん、私もムムってなっちゃうかもしれない。なるよ、絶対なるよ。だけどその時に自分がこう我慢しないと、うん、あの喧嘩になっちゃうから、うんうん、多分もしかすると我慢しちゃうかもしれない。でも我慢するとわーってなっちゃうじゃないですか、うん、でも言ったら言ったり喧嘩になるじゃないですか。そうなんですよ、気づいてももらえないし。そうなんです。え、ねえ、先輩の夫婦の皆さんどうしてるんですかこういう時。だからあれじゃない、鬼嫁になるのが一番早いんじゃない。あ、さとしさんちみたいに。そうそうそう、わかりやすいよねそうなってくるさ。じゃあさとしさんちって意外と幸せなんじゃない。知らない、それ本人に聞かないとちょっとわかんないですけど。出すな出すな実名を今俺じゃないからね出したの。あ、やもないけど、ね、そうか、そうなんですよ。じゃあ旦那さんは、ね、うん、どうしたらいいんですかね。でもやっぱりお互いね、男性も女性も結婚してからもありがとうとか感謝の気持ちを伝えるってことですよね。やっぱりちょっと一言あればいいんですよ。僕はなんとか、俺はちょっと仕事で疲れてるから寝るじゃなくて、寝て起きたらあのこれするからとか、なんかそういうのちょっと一言つけ加えてほしいな。そうなの、するからっていうのも多分腹立つんだぜ女の人からすると、はぁみたいな、なんだその上から目線はみたいな、して叱るべきだろっていうことだから、うん、難しいんだよね。ダメだ、どこつっついても女の人に怒られんのよ男ってこれ難しい、結婚って難しいよね。したことねえけどいかにもね、したことがあるような口調で言ってましたけど。あ、いけない、そうですよね。木村豊さん、僕結婚してない体でした、すいません。そうでした。なおかつ、はい、彼女もいません、はい、そうでしたね、はい、何を言ってるんでしょうか、はい、人生の先輩方ぜひ今日いろいろ教えてください。8時15分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村豊です。どうぞよろしくお願いします。さあ皆さん、今週ももう残りね、あとまあ今日明日で仕事納めの方が多いと思いますのでね、お体だけには気をつけていただいて、そして今年もあともう1週間切りましたから、うん、ね、もう仕事、家庭、お付き合い、もういろいろ忙しい、うん、ね、時期だと思いますのでね、うんうんうん、皆さん体調管理はしっかりしていきましょう。お互い、はい、はい、よろしくお願いします。では今日のメールのテーマお願いします。フリーテーマー、はい、今日はフリーテーマでお送りしていきます、はい、ラジオネームアレレヤハレルヤさんからです。はい、おはからです。おはから、イブの日に、うん、バカリズムさんが、はい、電波組のネムキュンと結婚発表しましたね、はい、僕は2人が共演していた番組を見ていたので、見てたよ俺も、この2人がくっつくのかと意外でした。お二人は
っていうのは私と豊さんのことね、もしも共演者に恋愛感情を持ってしまったらどうしますか、どうしますか、持たないんじゃないですか持たないですね、特に豊さんとあーちゃんは絶対にありえないことですね、水と油っていうのにすごく適してまあ俺が水だろうな、私が水だよ、なんでだよ、まあ油だろうがやだどうですか豊さん、もしも共演者に恋愛感情を持ってしまったらどうなんでしょうね、でもそういう素振りがさ、うん、俺は番組見てたけど、その、うん、あれだろ、アイキャラかなんかだろ番組やってたんですよね、こいちゃんとさ、その3人で出てた番組でさ 2.5 次元キャラ作ろうみたいなさ、やってたんだよね、めっちゃ見てたわ、バカリズムさんとエノキュンが、いやでも分かんなかったな、いやそれはそれ分かんねえんだろうけど、電波組のネムキュンっていうのはアイドルですね、うん、そうね、元アイドル、もうね、もう引退してるんですけ ど、そう、そういう秋葉原から出た、もう秋葉原のアイドルの、うん、もう頂点というか、もう そこから、うん、もう秋葉原のアイドル界が始まったと言っても過言じゃないぐらいの、うん、ね、電波組っていうアイドルグループのこと、うん、意外でしたよね、だから意外でしたね、二次元すごい好きな感じでわーっと喋ってたわけ、ネムキュンはね、うん、その番組でもう愛を語るわけさ、そんなね二次元に対しての、でバカリさんは別になんかそういうんじゃないじゃん、なんか女の人に対しても割とこうシャットアウトしてるようなさ芸風っていうか、はい、そうですよ ね、割と病んでるじゃん、うんうん、ね、まあそこの3人が全員結婚したって面白かったけどね、今年ね、うん、面白かったよな、ね、意外と言ってることって違うんですね、こうキャラだったりとかもね、あ、そうですよ、そういうこと、あ、豊さんもこうやって言ってるわけじゃないですかね、豊さんも文章ですから僕もこの山里若林バカリズムのこのなんていうのかな、闇3みたいなののこの系譜にすごく混ぜてほしいなって思いますけどみんな結婚したからね、これはだから、ね、あるよこういうことが、ああそうか、みんなが受け取ってる情報とそのイメージとは違うってことですよ、つまるとちょっとね、それはあったりしますよね、うんうんうん、そっか、まあ共演者、うん、ね、東京とかのもう芸能界の方たちはもうそこが出会いというか、いい ね、 ね、出会いたいね、そんなのとね、え、豊さんはウッチーとどうやったら出会えるんだろう、豊さんは無理だよだってウッチーと逆に会ったとしても、うん、なんか豊さんだと、うん、多分好きにならない、ならないと思う、いやそんなわかんないじゃん、可能性の話をしてるわけで、だってさだってすごいさ当たり強いから、うん、あ、でもうちに優しく、そうだよ、でもできないと思うんだよね、できるんだな俺、うん、多分できない、内田のあやにはできるんだな、いそひのあやにはできないけど、うん、そこだよ、そこうちが知っちゃったら多分ダメになる、うん、嘘、うん、だけどそれ以外はめっちゃいい人なんだぜ俺、え、どういうこと、ここか、ここ以外はめっちゃいい人で通ってるから、いや通ってない、通ってない、いやいや、ここ、みんなここだけだから、首振ってるしここだけだから、みんなが知ってるのはここでの俺だけだからさ言うてもね、うん、そうだろう、でウッチーさんが、うん、みんなに優しい人じゃないとダメっていうかもしれない、嘘、まあ磯日はいいかってなるでしょ、あれはキャラだからっつって、何、どういうこと、磯日に当たるのはキャラだから、うん、よしとしましょうっていう、いや本性ですよねはい、じゃあ次行きましょう、ラジオネーム太っちょ塾講師さんからです、はい、どうでもいい人、はい、太っちょです、あ、いい人、どうでもいい人、うん、だから太っちょはいい人って言われてるじゃん、うん、みんなに、あ、はい、うん、だけどそれには前提としてどうでもっていうのがついてるよって、かっこどうでもいい人、そうだ、恋人のね、先週のテーマで出てきましたよね、 そんなことないですよ、うん、で23日の夜、うん、前橋市内で終電を逃すまで飲んだくれ、はい、24日クリスマスイブは寝不足に、うん、夜はサッカーの練習に参加し、うん、疲労困憊、うん、帰りに夕食をフレッセーさんで買い込み、うん、自宅でやけ食い、うん、寝不足疲労満腹感から来る睡魔と戦い続けましたが、うんうん、午前0時をすっ少し過ぎたところで力づき、気がついたら朝5時過ぎに、そう、クリスマス唯一の楽しみであったアカシアサンタを見逃してしまいました、うん、余談ですが、うん、クリボッチディナーは1人で5318円でした、うん、ちなみにチキンの丸焼きは半額でしたと、すごい、フレッセーさんで集めたパーティーみたいな、これ1人で食べたんですか、いや、そういうことでしょう、わあ、すごい、5000円分か、わあ、リッチだな、あ、でもクリボッチディナーって書いてある、あ、ノーコメントで、いや私ね、この隣に多分いると思うんですよね、あ、なるほどね、実はね、実はほらバカリズムさんみたいな、キャラとして、ね、そう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 、もう誰も信用でき
できない。だから豊さんはもしかすると結婚する可能性もあるんですよ。そうです、あんなリアルにだって結婚生活の話ができるぐらいね、やっぱり、ね、出ちゃうよね。ごめんなさいね、うん、あ、にじみ出るそれ。大丈夫、うん、安心しました、うんうん、いなそうです。このいい人感といいね、出ちゃうんだな、うそくさいからね、豊さんだけは違うね。そして、あ、さっき、はい、あの前半で、はい、エイトママさんのメール読んだじゃないですか、はい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 、最近イラッとしたことがあるんだよって。イラッとしてるってね。そう、それは旦那がねって、うん、もう朝早いから眠いとか疲れが取れるからって言って走ってくるのに、これ、まあ、疲れたから僕は先に寝るとか、そういうのがもう本当に疲れると。こっちは、子供を24時間育ててるのに、っていう、すごいイライラしちゃうんだよねっていうメールが来たんですよ、はい、それに対して、はい、あのうちの局長、はい、木村局長からメールが来まして、はい、うちの場合、はい、仕事で疲れたという間がありません、はい、自分の洗濯は自分で洗います、はい、洗濯機が乾燥までしてくれるので自動的に洗濯完了です、はい、嫁とは LINE で会話します。はい、ちょっと待って、吹き出して、待って、それこれ以上悲しくなるやつじゃ読まない方がいいんじゃない。大丈夫なやつ。私ちょっと待って、頑張って読むから。読むだって局長がさ頑張って打ったんだもん。そっか。嫁とは LINE で会話します。はい、言った内容が記録に残るように。はい、年末年始火山活動が活発化しないように注意願います。前橋鬼嫁会の事務局長よりといただきます、はい、あ、局長じゃなかったね。前橋鬼嫁会の事務局長の方から ねいただいてるということでね。あ、笑いすぎだよ。いや、好きだな。そういうことなんですよ。うん、言った言わないがね、やっぱ起きると良くないんで、LINE で文書にして残して。最高だな。でもまあいい案だと思う。それはだな。ねえ、なんかこうね、エイトママちゃんに全然さっき時間が足りなくて、こうエールっていうか送れなかったんですけど、やっぱり言い方だよねって話になったんですよね、私たちの中で、はい、あなたの中でね。私の中で、私は納得してませんよ、それに対して。じゃあエイトママちゃんになんてメッセージ送りますか。だからもう旦那が変わるしかないよね。え、だってどうしたら変わるん。知らねえよ。人んちの家庭に片足突っ込むんじゃないよ、そんな。はい、変わらないですよ。そんなことないか、どうしたらいいんだろう、ね、そしてラジオネームですね、こちら富岡のアリオンさんからいただいています、はい、令和元年ラストのテーマもフリーテーマでしたか、豊さんと、はい、すいません。そうそう、豊くん、はい、アーチャーの所属している赤木団のワンマンライブがこの間ありました、はい、そこで楽曲提供された同じ気持ち、とっても良かったです、はい、と深谷から木下さんからも、はい、豊さん感動する曲を作っていただきありがとうございます、はい、もう見事に泣いてしまいました、はい、といただきました、ありがとうございます。提供はしてるわけじゃないですか。僕が勝手に作ったのをあの歌っただけですから。そうそう、カバーしたというか。そう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 、俺がだからそのさやかに書いた曲を勝手に歌ったってことよね。さやかっていうのはね、そうそうそう、きちんとは話さないと。メンバーね、あのメンバーにさやかちゃんって子がいるんですけど、そうそうそう、その子がもう結構1年前ぐらいからずっと、あのまあふらつくと、あと視界不良、どん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 視界が悪くなってくるということで病院に行ったら、あの本当にね、頭に4分の1以上の大きな腫瘍が見つかってしまって、その腫瘍のところにはあの血管がもう張り付いちゃってるみたいで、本当に世界に稀を見ないぐらいのね、本当に病気で、でその手術をしたんですけど、取った後もやっぱり目が見えなくて、今もなんて言ったらいいんだろう、色はもうない、なくて、砂嵐のような視界なんです、はい、だから本当に目が不良の中、ステージにも立ってね、今頑張っているんですけど、そういうのを豊さんは知ったことに対して、曲を書いたというかね、そうだからあれだよ、君たちが聴く権利はないんだよ。え、そういうことでしょ。そうじゃん。なんで、あ、俺とさやかの曲だから入ってくんなお前らはっていう。気持ち悪い。なんでなんで。いや、さやか推しとしてはやっぱりね、そうじゃない。え、何何、そうそう、あやか推しからちょっとあの推し編しまして、え、待って待って、むしろ推してくれてたの、ありがとう、あやかダメだっつって、さやかにしようっつって、なんでよ。1文字しか変わらないじゃん。
ちゃんあたってただっけ。大きいね。そこはね。大きいな。そっかそっか。でもね、あの本当ありがとうございました、ね。歌わせてもらってね。ありがとうございます。うん、はい、なんかすごく自然と涙が出ちゃう曲で、なんか。豊さんすごいって。そうなんですよ。思いましたよ。私いい人なんですよね。だからね、それ言わなければいいのに、にじみ出るそれ。あ、それがなければいいのに。あんないい歌詞が書けるなんてやっぱりねっていうことですよ。本当にそれがなければいいんだけどな。言っとかないと。そしてラジオネーム、はい、トゥーパンプスさんからです、はい。孤独死組合の常任理事として、はい、クリスマスに一句読んでみました、はい。カーナビに言われて気づくクリぼっち。それではお相手はよろしいようで。あら、今日はクリスマスですよってカーナビが言うの。言うの。うわ。ラジオネームひーくんさん、はい。クリスマスはペヤングソース焼きそばを食べて過ごした私は、うん、模範的な群馬県民です。はい。ちょっと待って、ゆたかさん、今年もありがとうございました、はい。いい、来年もアッシさんのような楽しい放送よろしくお願いします。待って、滑ってるってこと。ちょっと待って、ちょっと待って。やれてるぞ、ゆたか。待って、え、嘘でしょ。え、どういうこと。これがリスナーの本音だぞ。やば、滑ってんの俺。やだ。あ、そんなことないよ、そんなことないよ。そっか。ラジオネーム、うん、ゴルゴ38さんです、はい。おととい、あるお墓のイケメンリスナーの方と桃じいさん、こちらもリスナーの方ですね、うんうんうん、ラーメンを食べに行きました、うん。桃じいさんってラーメン屋さんだからね、うんうん、もうめちゃくちゃ美味しすぎて箸が止まりませんでした、うんうん。ちなみに自分が頼んだのは焼肉定食を頼みました。なんでラーメン屋さんで焼肉定食。それな。あーちゃんにもぜひ焼肉定食をおすすめしたいので行ってください。あ、私桃じいさんのラーメン屋さんに行って焼肉定食食べるんです。そうね、ラーメンも頼んで食べればいいじゃない。2つ食べればいいじゃない。そっか、そっかそっか。あ、じゃあ、そう、じゃあちょっとメールはね、また後半にしていきたいと思いますが、はい、今日はですね、うん、12月26日木曜日はお昼の、まあ、2時過ぎ頃から、うん、夕方の4時半グロまで、うん、なんと日本全国で部分日食が見られます。はい、はい。これは結構もう全国見られるみたいなんですけど、うんうん、世界では金環日食が見れるんですって。インド洋とインドネシア、うんうん、そうだけど日本で見れるのは部分日食ということで、はい。まあ、日食っていうのは太陽と月とね、地球がね、ほぼ一直線上に並んだ時に、うん、地球から見て月が太陽の前を通る、うん、太陽の一部、あとは全部を隠してしまう現象のこと、はい。でも部分日食っていうのは それが一直線ではないっていうことですよね、はい。時間になってしまいました、はい。ではまた後半お会いしましょう、はい。さようなら。47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村優太です。よろしくお願いします。さあ皆さん、今日明日と仕事納めの方が多いと思います。忙しいと思いますが頑張ってください。そして外を見てみると、うん、さっき話をした、うん、メンバーのさやかちゃんが、うん、お母さんと一緒に観覧に来てくれた。ありがとう。ゆたかさんに多分会いに来たんだと思う。あら、お礼を多分言いに。あら、さやかが。なんだその呼び捨て。呼び捨てにさっきからしてるんだけど。ゆたかさんのさやかじゃないからね。はい、そうでした。ラジオネーム、うん、ちょっとっつさんからいただいていまして、はいはいはい、今日はうちの小僧が初めてお墓のスタジオまで観覧に行っています。あらあら。水上町から朝5時に起きて向かったんです。寒空の下観覧なので、あーちゃんの超絶可愛い笑顔で温めてあげてくださいって。いますね、この方でしょうか。ちょっと実際見るとそんなに可愛くないでしょ。ねえ、なんでそんなこと言うの。違う。ちょっと、まあーちゃん暴れちゃった。 朝だから、さやかがびっくりするからやめてもらいます。さやきもそれなみたいな顔してるし。すいません、ありがとう、はい。寒い中、ね、皆さん見ていただきありがとうございます。
はい、さあ今日はフリーテーマというテーマなんですけど、はい、この方いきましょう。ラジオネーム五十嵐さんからですね、はい、パーソナリティのお二人に聞きます、うん、はい、けじめのつけられない未練がましい男ってどう思いますか、うん、男性から見て、うん、女性から見てどう思いますか、うん、なんか言ってやれよ丸投げすんなよこっちに。まあシチュエーションによりますよね。そんな何に対してなのかっていう話でしょ。うん、何に対してなの、ね、まあ深く広あ掘り下げんなけじめのつけられない未練がましい。未練がましいって難しいね、これさ。どっちにも取れる。そうそう、どっち片付けたらいいって感じ。分かんないけど、まずけじめのつけられない男性どう思いますか。いやこれ、ね、同性として見て、男としてはあるよねっていうこと。そういうことは往々にしてある。うん、何にしてもある。そっか、あるよけじめね。どうなんだろう。あるでしょ。でもこれ物によるんですよね。まあね、でも言ったことをコロコロ変える人はあれかな。それもけじめになる。どうでしょうね。だけどそれって例えばそのこの間と言ってることが違うじゃんってことは、もしかするとそれはなんていうのかな、まあ、一貫性がないと言われればそれまでかもしれないけど、うん、変化してるって捉えれば。あ、そっか。でさっきのあれじゃないけど、アップデートはしてるから考え方が変わるわけじゃん、うん、ずっと同じこと言ってると、うん、嫁がこうやってなんていうのイラッてしてくるわけでしょ、うんうん、だから考え方は柔軟にしてる方が円満なんじゃないかなと。それはね、仮に嘘を含んでたとしてもっていうことですよ。なるほど ね。あ、さっきのさ、ママちゃんからさ、うん、追加でその旦那がね、うん、すごいもう全然はい、寝たりとかして家事全然手伝わなくてイライラするってメールで、ゆたかさん代弁ありがとうございます。ほらね、ラジオ聞きながら、うんうん、そうそうが止まりませんでした。そうでしょ、みんな聞いてと、私がねと、私は休みなんてないって言った時に旦那にこうに言われたの、代わりに仕事行くか。出たー、一番言っちゃダメなやつ。それ返された時にはもう離婚届が頭によぎりましたって。それ一番ダメなやつ。あ、これ言われたらきついわ。違うんだな、今そういう時代じゃないんだな。代わりに仕事行くかって、もしも私旦那さんに言われたらどうしよう。じゃあお前は代わりに家事やれよっつって突っ放ねればいいんだろう、うん、あ、じゃあ交換しようって言えばいいかな。やってみろでいいんだよ、そんなの。交換しようなんてさ、そんな仕立てから行く必要ない。じゃあお前やれよでいいんだ、じゃあ私が働くからあなたは全部家事やってね、交換だって言うかも。でも何をしてほしいってあれですよ、ママちゃん、あのパパに一回一日ママをやってもらう、一日ママ計画ってどうですか。いや子供預けらんないよ、不安で。そうだね、確かにそれに尽きる。あ、この話題でちょっと今日はつきませんね。難しいんだよ。ねえ、いやなんか夫婦、ね、頑張って、ね、難しいな、家族って。結婚生活ね、お互い大変ですけど結婚生活頑張りましょうね。いやあなたは独身です。彼女もいなくて。やめろ、メディアで言うから本当っぽくなるだろ。そう、まあそういうとこあるよ。もう本当に。はい、そちらのどうぞ。竹太郎さん、お、さけちゃん、フリーテーマだよねって、クリスマスプレゼント豊川くんの指示を当たった人は大正解。ベランダや庭に吊るせばカラスやハトを追い払う効果絶大。おい。ねえさけちゃん面白すぎる。悲しい。まあでも最悪使い道がなかったらその使い方でいいです。当たったのは伊勢崎市にお住まいのつくいさんって方が豊川さんの CD が当たりました。じゃあ伊勢崎市を俺が例えばこうカッポしてる時に CD がドロロって吊るされてたら、ここにちくあっつって、この使い方してやがるっつって。悲しいわ。ああ豊さんのね、当たった CD をカラスよけと鳩よけにするっていう、もうさけちゃんの発想が面白すぎて。最高だね。あとさけちゃんから、もちろん磯日の警察カレンダーもすごいと、うん、年頃の娘さんがいるお父さんはカレンダーを娘さんの部屋に貼っておけば娘さんに悪い虫がつくことなくずっと実家にいてくれます。磯日のお父さんが実践して効果は絶大。ちょっと分かりにくい。ああ、だから君が嫁に行かないってことでしょ。あ、そういうことか。要するに、ディスられてるっていうことですか。そうそうそう、おめえ結婚できねえじゃんっていうことでしょ。本当にもうさけちゃんと豊かさまとめて訴えてやる。なんで俺もかよ。他来てますか。あ、でね、なんかね、土曜日からね、うん、赤城山のスキー場オープンだけど今日は雨の予報大丈夫か。あ、今日は、うん、夜の6時ぐらいから、うん、一気に降水確率が上がって、うん、
10%、20%から 80% まで上がります。あら、雪降ってるんですかね。まあ、土曜日からオープンらしいんで皆さん行ってみてください。はい、明日朝にかけてもね、雨降ってるのでお気をつけください。はい、まあ、ちょっとこれに関連して、高崎パパ、パパさん、はい、うん、高崎パパね、ハニョン、来年1月11日赤城大沼で氷上ワカサギ釣り対決東京 VS 群馬編が開催されます。大沼のワカサギ釣りって言えばおバカラリスナーの酒太郎さんの絡みがあるのかな。だってどうなんでしょう。東京から、パパの知り合いのチェルちゃんとミサキタンが行くのでよろしくお願いしますですって、うん、チェルちゃんとミサキちゃんが行く、ミサキタンが行くらしいんでね。なるほどね。まあ、酒太郎さんよろしくお願いします。絡んでることがあればよろしくお願いします。そしてラジオネームルルさんからです。はい、夫婦ね。今日なんかこの話題で女性側のそれはちょっときついな。ルルちゃんからね、はい、夫婦ね、究極なことを言ってしまえば紙切れ1枚にサインと判を押して役所に提出すれば夫婦なの。何年も共に生活していればお互いの嫌なところも見えてくるのは仕方のないこと。私は子供がいないので夫婦間の育て方のことは何とも言えませんが、うちのカッパハゲは何もしないの。家に帰ってくれば今に寝転がりゲーム。心の中ではクソと思っていますが、きちんと生活できてるのもこの人のおかげかと思ってぐっとこらえています。文句を言って喧嘩するのは簡単ですが、無駄な労力は使いたくないので、何かしてもらった時にはありがとうの言葉をかけています。ありがとうは魔法の言葉よ、ルールといただきました。うん、うまくコントロールしてるよね、だから女の人がね。そうですね、さすがルルちゃん、コントロールできるようにしよう。なんかそれっぽい言葉をね、要所要所で投げとけばね、うん、バカですから男っていうのは。男はバカなの？男バカでしょ、すぐ調子に乗るから。うまく転がせるようになった方がいいですよ。そっか、そっか。でもそういう方がうまくいきますもんね、多分ね。まあ、あと男が折れるっていうのを男側が実践ちゃんとできてれば、うんうん、女を立てるっていうか。男の人結構でも自分持ってる人多いというか、うん、ね、結構こう頑固な方が、うん、まあそんなことないどうでしょうね。どうでしょうね、まあ、人それぞれなんでしょうね。まあ、時代でね、ね、変化してきますよ。なんか私たち全然夫婦でも何でもないから、こう なんて言ってるか分かんないですよね。そう、全然共感できる話できるけど。そっか、バツイチでしたもんね。そうね、そっか、妄想上のね、うん、俺戸籍に妄想でもバツがついてんの。そう、めちゃくちゃしょうもないじゃん。どこ通ったらそんなことになるんだろう。だからさ、もう妄想で結婚していますからね。そう、ね、ね、そう、妄想で離婚もされてますけど、二人娘を育てました。そう、はい。ママ、ハワイのママ、ママちゃん、ママ、アチェ歌学お墓ら、お墓ら、お元気かしら、お元気、ママ元気だわ、よかった。ゆたわくん、来年は初詣はどちらに行かれるのかしら。ママ29日は氏神様の神社のしめ縄の藁をいただいて、神棚と玄関飾りを作り飾らせていただきます。今日は西の部屋のお掃除をして一安心です。西は財産でしょ、仕事のお部屋にしてます。初詣どこ行こうかな。初詣皆さんどこ行くかもう決まってます？まあ氏神様のとこ行くのがまあ一番スタンダードじゃないですかね。まあ決めてない俺。私はもう毎年行ってるところがあるから、うん、じゃあそこに行くかな、うん、西の部屋はあれだよ、財産だよ、ね、あ、西ね、西はお金だから。分かった、うん、西の方に、西は金だよ、うん、分かった、うん、皆さん西の方に行ってください。いや、分かんないけど木っぽいとかちゃんと見てね、木学だから、はい、これ、うん、分かりました、うん、闇雲に行ってもダメだから。分かりました、きちんとこう、うん、調べて、六泊金星ちゃんと調べて行った方がいいよ。あ、私六泊金星だからね、うんうん、本当に2020年から運が上がるん？いや、ここ何年か良かったはずだよ。良くない良くない良くない。六泊金星はダメなんですよ。そうだっけ？で、2020年からガラッとこっから来るんで、そっか、ハワイのママちゃんと前ね、パーソナリティだったマリリンさん、みんな六泊金星だから、うん、大阪から怒ってるよ。さあ、そしてパパラッチョさんは、昨日のクリスマスは番組の観覧をしてきましたと。普段ね、こんな風に番組ができてるんだっていうのを知れてよかったですといただきました、はい、うんうん、そしてラジオネームないけど、そう、これちょっとラジオネーム書いてないんで誰だか分かんないんだけど、あーちゃんおはから、おはから、本日はフリーテーマということで、今年もあと1週間余り新年を迎える準備はできていますか。私は昨日お墓の掃除に行ってきました。私にとっては1年間赤城団のイベントに参加できてとっても楽しい1年でしたと。
はい、ありがとうございます。誰だかわからないけど名前書いてねちゃんとはい、そしてももじいさんからですね、うん、うちはラーメン屋ですが、うん、何を隠そう焼肉定食が一番人気なんですよと、うちのパートさんが言うにはこの店は焼肉定食がなければ潰れると申しておりましたあらゴルゴさんメールくれてありがとうっていただいています。そうか、焼肉定食食べに行こうはい、というわけで皆さんフリーテーマでメールありがとうございました。伊藤さんいかがでしたか今年は。もう今年もやりきったなといった感じで、もう俺最後だね今年ね。そう、今年最後だから来年あんのかな、ちょっとどうでしょうか。おい、磯日の一言でこれどうにでもなるやつだからなんないよ本当に、やめてください。豊さんまた来年もお待ちしております。それでは豊さん今年もありがとうございました。バイバイ、さようなら。さやか推しでいきたいと思います